皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井裕貴です。今日ご紹介するのは5月にビッグマイナーチェンジを迎えたばかりのフォルクスワーゲンのティグアン。まずは1本目はですね、内外装とそれから使い勝手ご紹介してまいりたいと思いますけれども、かなり注目というか買って損はないモデルだと思いますので、皆さんぜひ今日も最後までご覧ください。それではチャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、それではですね、まずはエクステリア見ていきたいと思います。まずはですね、やはりビッグマイナーチェンジということでフェイスリフトが行われました。この辺の表情がかなり違います。まずですね、このフィンとですね一体になりまして、ロー&ワイドなですね、そんな SUV ファミリーのフォルクスワーゲンのね、最新の SUV ファミリーの顔の解釈がこちらにも落とし込まれましたよね。非常にですね、フィンとこのライトが横一本の強い線を作っていて、ワイドでそしてローな印象になっているんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてですね、やはりこの辺も非常に印象的だなと私は思ったんですけれども、ここですね、ここでこの衣装があることで、おそらくですね、空力パーツとしての役割を果たしてはいるんですけれども、ここにピアノブラックを持ってきて、そしてここにちょっと樹脂のね、グレーっぽい感じの色を持ってきて、そしてここにですね、艶消しのメタル、そしてここにメタルというようなですね、いろんな手法をこの下の方に使うことによって、かなりですね、ボリュームがぐっと下にあるような感じのイメージに衣装になってますよね。だからサイドガーニッシュとしてのこの役割もさることながら、非常にデザイン的な要素の強いですね、そんな装飾になっているかなっていうふうにも思います。はい、そして、さっき申し上げたこのフィンのね、上端と下端がほらこのライトのユニットとですね一体化していて、本当にボディのサイドまでね、回り込んだ非常に大きなユニットのライトにはなってますけれども、一時期に比べてね、こう上下が狭くなりました。先代に比べてもかなりシャープな顔になったんですけれども、この衣装によって非常に、キュッとね、横に引っ張られたような、そんな表情になっております。これによってちょっとボンネットもね、薄くなったようなね、そんな感じにも見えて非常にスタイリッシュです。でスタイリッシュといえば、やはりこの新世代のね、フォルクスワーゲンロゴです。これは T6、T クロスからかなに入りましたけれども、日産とかもそうですけれども、こう私が映ってる陰影のあまりないというか、グラデーションのないですね、2D な感じの、ロゴデザインになりました。これによって、本当にプレーンなというか、ちょっとね、どことなく、そっけないぐらいの表情を得たりとかもして、こういうね、ちょっとこう無機質っぽい感じの、デザイン、ロゴデザインっていうのは最近のね、トレンドかなっていうふうにも思います。こうやってブランドロゴをですね、時代によって変えていくメーカーと、あとスバルみたいにね、ずっと同じ、ブランドロゴを使い続けているメーカーと、メルセデスとかもそうかな。なのでこれはブランドのアイデンティティというかね、それぞれのブランドの考え方にも寄ってくるかなっては思うんですけれども、こうやってね、車のデザインとともにロゴを変えていくと、なんとなく新しさも出るし、それから車のデザイン全体がシャープに思えたりもして、いろんな考え方がそのメーカーによってあるんだなっていう感じもしています。はい、それからサイドです。全幅に比べて全長がですね、意外にも短いというか、ですね、ディメンション以下のようになっておりますけれども、ちょっともう一回ごめんね、戻りますけれども、こうやって見ると分かりやすいんですかね。はい、全幅がですね、1840あるんですね。で、これはやはりさすが欧州の SUV だなっていう感じがするんですけれども、やはりですね、ちょっとこうワイドなトレッドを持たせることによって、走行安定性であったりとか、接地感っていうようなものをですね、やはりこう確保したいということもありまして、全幅はやっぱり駐車場事情を重視する日本の車に比べるとちょっと広めです。に対してこう横に回ってくるとですね、あれ意外なほどに短くねみたいな感じなんですけれども、そうなんですよね、全長はですね4515です。なので全幅はたっぷりしていて、非常に押し出し感があるんですけれども、全長そんなに長くないので、実は日本の駐車場でも、私都心部で結構取り回したりとかして、この車4日間ぐらい乗ってるんですけれども、非常にもう駐車場めっちゃ止めやすいんですよ。これなんでだろうと思ったら短いんですよね。はい、とはいえですね、全長プラス15ミリ、ちょっとですけども伸びました。非常にですね、扱いやすいサイズで、なおかつですね、非常にハンドリングがいいので、駐車場は本当に楽ちんでした。
こちらはですね、あのエレガンスというですね、ちょっといいグレードだから、ちょっとこう今回ね呼び名が変わったんですけれども、あのハイラインの代わりにエレガンスっていうね、あのグレードが導入されております。ちょっと分かりにくいんですけれども、だからまあベースよりもちょっとこうスポーティーではなくて、エレガンス、その名の通りちょっとね、あの上品な感じのグレードですという感じなんですけれども、このエレガンスグレードに関してはですね、235の55の18インチが入っております。まあ、スコピオンですね、ピレリのタイヤが入っているんですけれども、これ非常にですね、当たりがあの思った以上に柔らかくて、まあ、ちょっとパンと弾くような感じはありますけれども、あの腰があるというよりはですね、ちょっとこう、まあ、表面柔らかく、そして、まあ、急激な入力は、ちょっとカビに反応するかなみたいな感じの特性のタイヤではありますけど、個人的にあの非常にマッチングは悪くなかったです。まあ、18インチ結構ね大きいタイヤですけれども、それによってのネガティブは、あんまりなかったです。そしてリアに回ってきますと、まあ、これもちょっとね大きくデザインが変わっておりますけれども、これももう最新のフォルクスワーゲンデザインになりました。ちょっと後でねライトつけてみますが、まあ、やっぱ注目はこれかなと思います。ここね、もうナンバーのすぐ上にティグアンっていうね、これもうちょっとおしゃれフォントが入りましたよね。でそれがまあさっきあのフロントで申し上げたこの、 あの平坦な 2D の、新しいロゴと非常にこうマッチングして、ほら超おしゃれじゃないですか。すごいおしゃれっぽく見えませんかという感じで、まあ、あのライトのユニットはですね、まあ、こう左右に分かれていて、あの最近の、まあ、例えば T ロックとかあの T クロスとかまたちょっと衣装が違う、まあこの辺は、ちょっとこうトラッドなというかね、トラディショナルな伝統的な SUV フェイスになりましたけれども、そのおかげでなんか上品というか、どこか憎めない顔になっていていいなと思います。であれですね、ほら最近流行りのマフラーレスですよ。マフラーをもう全部隠してあって、まあ、その代わりにちょっと排気じゃないんですけど、これトリミングです。ただのシルバーのトリミング飾りなんですけれども、これによってこうグッとね、こう下に見えるような感じのデザインを取っているという感じですね。はい、はい、そしてまあ逆側に回ってくると、はい、こんな感じです。まあ、この辺から見ると少しね、あの長さを感じはするんですけれども、あの背高感というか腰高感がないですよね。あのミドル SUV としてというよりは、まあ、ステーションワゴンをちょっと高くしたみたいな感じの印象になっているのが面白いなっていうふうに思いました。この窓のねユニットがここですね、窓のユニットが全部ぐるっとシルバーのトリミングをされていて、で上にあのルーフレールがついているんですけれども、これとあの非常にマッチしてですね、あとここにねもう一本シルバーありますけれども、これによってまあ本当にキリッとデザインを引き締めているような、そんな感じのイメージにも思えています。なんかねすごくまとまり感ありますよね。美しいと思います。フォルクスワーゲンらしいシンプルさも持っているし、ちょっと華やかなミドル SUV らしいね、華やかな印象もちゃんと合わせ持っていて、あの高見えするいい車だなっていうふうに思いました。はい、それではインテリア行ってみたいと思います。はい、というわけで、まあ、ティグアン非常に内装の質感いいです。まずドアパネルから見ていくと、こういうところちゃんとソフトパッド採用されていて、で、まあ、この下は樹脂なんですけれども、こう手の触れるところ、手の触れうるところはですね、あの結構ソフトパッドしっかり使われているなという感じがします。で、まあ、あのこの辺もちょっとこう樹脂ながらもね、ちょっとこうマットな質感のものを使っていたりとかして、まあ、かなりあの見た目での良さっていうのもちゃんと実現されております。でここも内張りちゃんとね綺麗に入っています。で、まあ、こうちょっとカーボンみたいな感じの、はい、あの衣装が入っているんですけれども、ちゃんとパネルも入っていて、でドア自体もこうやって見てもすごく高級感があって重厚なんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてフロントシートこんな感じです。であのシート自体も非常に厚みがあってですね、あの高級感感じさせるものだと思います。あの少しね、あのちょっとこう分厚い、こう見た目に圧を感じるぐらい、あのしっかりした厚みのあるシートかなっていうふうに思います。なんか最近ちょっと薄めのシートの車ばかりあの見てきたので、こうやって見るとね、一目にして良さげみたいな、あのいらっしゃいみたいな感じのイメージを受けますけれども、はい、あのシートのですね、あのアジャスターというか、まあ、ここアジャスターはこれなんですけれども、
メモリーがここについているっていうのもポイントなんですが、まあ、今回このメモリー自体のさらなる活用法があるので、それもちょっとご紹介していきたいなというふうにも思っています。はい、乗り込みます。こんにちは。さあ、もう早速ですけれども、このようにこうようこそ VGJ コミュニケーションズっていうね、ウェルカムのアニメーションが出ています。でこれ何かというと、まあ、今回というか、まあ、最近フォルクスワーゲン非常にですね、こういうデジタルコミュニケーションっていうのをすごく充実させようとしていて、ちょっと消えたので閉めますけれども、すっごい今日はめちゃくちゃ暑いので、すいません、エアコンかけます。はい、エンジンのスターターこちらです。ポチッとすると、もう見てくださいよ、もうとにかくすっごいグラフィックが綺麗なんですよ。で、まあ今ナビゲーション起動中ってなってますけれども、そうこの中にもナビゲーションが表示されるのが、まあ、あのフォルクスワーゲンのこのエレガンスというですね、テグワン、まあ、最近のそうですね、フォルクスワーゲンの最新モデルとかをね、このデジタルメーターまあ、グレードによって違いますけれども、このデジタルメーターを選べる車が非常に多いんですけれども、このティグアンのエレガンスに関しては、これがちゃんと最初から入っているというものになります。はい、ということでですね、先ほどようこそ VGJ コミュニケーションズっていうのが出てましたけれども、それが今この車の持っている元々の設定なんですよね。で、まあ、この VGJ コミュニケーションズっていうのは、今お借りしているこの車両自体がフォルクスワーゲンジャパンの広報車両なので、まあ、VGJ コミュニケーションズっていう名前をつけてましたけれども、例えば、まあ、ウェルカム、まあ、ようこそ今井さんとか、そういう風にすることもできるっていうことです。で、まあ、それが、まあ、この中で選べていくんですけれども、はい、こんな感じで、もう本当もうね、アウディみたいでしょ、まあ、同じグループの車なんで、まあ、共通性はまあ確かにあってもしかりなんですけれども、もうそれにしても本当に美しいですし、まあ、クラス以上かなっていう感じがとてもしています。で、まあ、最近ね、ちょっとこうフォルクスワーゲンの車って、まあ、あ、引いた？え、あ、知らなかった。概要が表示され、音声操作は中断されます。音声操作を再開するときはトークボタンを押してください。トークボタンはどこだよっていう話ですけど、あ、フォルクスワーゲン。ハロー、フォルクスワーゲン。はい、どうぞ。ナビゲーションを表示して、もう一度お話しください。東京タワーに行きたい。いつでも検索すると言ってから、施設カテゴリー、あるいは、なるほど、電話、最初に電話をなるほどね。まあ、ちょっとこうできることは限られてるみたいですけれども、音声型のボイスコマンドに対応したんですねって私も知らなかった。そうだったんだ。これこそが、まあ、今回のこの、ティグワンの肝と言ってもいいんですけど、まあ、VGJ コミュニケーションズっていうのがメインユーザーに登録されてるわけですよ。で、これが、まあ、その広報車両ですよと、広報車の登録ですよということなんですけれども、この地球儀マークが、白になっているときは、まあ、コネクトしています。外部のですね、インターネットに接続しているという状況になりまして、で、ここに私その他ってありますけれども、例えばですね、この VGJ コミュニケーションズっていうメインのユーザーが、アプリを経由して、この車にアクセスする権利を最大5人まで付与することができるんですね。だから私が持ってたら、まあ、私の友達とか私の妹とか私の家族、まあ、例えば旦那さんがいたら旦那さん、まあ、もちろん奥さんとかでもいいんですけれども、自分が付与したい人にね、このアクセス権を付与することができます。で、これをアクセス権を付与すると、こういうふうにここのところにね、誰々っていうのが出て、で、これを選択すると、今はね、ちょっとこう登録できてないんですけど、私もやらせてもらおうと思ったんですけど、ちょっとなかなか広報車なので、ちょっとこうアクセスがややこしくて、できなかったんですが、やろうと思ったらですね、ここに、まあ、自分の例えばゆうきちゃんとかいうのを入れとくことができるわけですよ。で、これを選択すると、例えばこのさっきご紹介したこのね、シートポジションを自分の
好きなところに合わせて置けるとか、まあ、例えば空調、まあ、私23度ぐらいに合わせておくの好きなんですけれども、車は23度に設定しておく、まあ、例えばすっごいほら男の人は暑がりな人多いでしょ、だから19度にいつでもしときたいっていう人は19度に設定して乗って、そのゲストっていうのを選んだらもう常に19度マックスでかかるとか、そういう設定にできたりとか、あと、まあ、この車に関しては間接照明アンビエントライトが入ってるんですけれども、そのアンビエントライトも、その好みのね、ようにしておくことができますし、またアプリを通じるとですね、あの車外からエアコンかけたりとか、まあ、それからドアのオープンクローズあったりとか、鍵かけるの忘れてますよとか、そういうこともできるようになります。あ、それからね、すごいいいなと思ったのが、こう ETC 使ったらここにお金が出てくるんです、いくら使ったかっていうの、ね、これもすごいなと思うんですけれども、なんかちょっと視覚的にいろいろ分かりやすいというようなものが使われております。このユーザーのところを開いて、まあ、こんな感じにできるんですけれども、上からこうピロンってやるとね、こうプライバシー設定とか、まあ、現在地を共有するとかいうことになってくるんですけれども、このメインのユーザーさんは、サブのユーザーさんたちが今どこにいるのかっていうのをですね、共有されるんですよ。だから、まあ、例えば車化して今どこで走ってるかっていうのをこう共有されたくないときは、はい、こんな風にですね、プライバシー設定がいろいろあって、このスパイマークみたいなやつがもうあれシークレットモードみたいなやつで、これがもうあの全部共有してますよっていう印なので、まあ、このこれは現在地だけは OK ですよ、まあ、現在地は送りませんよ、これはもう絶対に誰にも言いませんよみたいなそういうモードまでいろいろとこうプライバシーに配慮されているというのは、私は結構面白いなというふうに思いました。で、こういうふうにしておくと、そうですね、インターネットコネクトをこう全部 OK にするみたいな感じで、だからこれはあの Google でいうところの本当シークレットモードみたいな感じの設定になります。でこの辺が、まあ、あの現在地だけをアプリの使用中だけ許可みたいな感じのイメージだと思っていただけるといいかなっていうふうに思いますけれども、まあ、こんなふうにですね、そのプライバシー設定もいろいろと行えますが、まあ、これをですねプライバシーにしておくと、まあ、あのこちら側からアクセスできる情報もですね非常に少なくなるので、まあ、あの通常はですね、まあ、やましいことがなければオープンにしておくのが、まあ、機能を最大限に使えていいんじゃないかなというふうにも思っています。うん、という話を長々しましたけれども、というわけでですね、このデジタルコミュニケーションズっていうのがかなり進化しました。間もなく発表されるゴルフがどんな感じになるのか非常に楽しみではあるんですけれども、まあ、あのティグワンはこの程度にとどめられているので、あんまり機械がすっごい得意じゃない人とかでもまだまだ全然使えるかなっていう感じがしています。あとね、あのアプリでいろいろできることが増えていて、まあ、これメルセデスとかもそうです、トヨタもねもちろんそうなんですけれども、エアコンとか、まあ、キーのあるないキーを車外からロックする開けるとかいうこともですねアプリを通じてできるようになっていると。まあ、ウィーコネクトっていうアプリが必要なんですけれども、それを使うとですね、まあ、いろいろやれることがあるよっていうのは一つポイントですね。はい、そしてステアリングです。でこの、まあ、あのメーターのフルデジタルのこのグラフィックも本当に綺麗で、まあ、これこそがですね、まあ、あのフォルクスワーゲンアウディなんかを選ぶ理由の大きなうちの一つっていう理由になってきてもおかしくないぐらい、私すごく優れた機能だと思っています。まあ、あの最近はね、あのメルセデスとか、まあ、それからまああのランドローバーとかもね昔からこうフルデジタルやってますけれども、まあ本当にこう見やすいですし綺麗ですね、グラフィックが。でこれをこれで変えれるわけですよ。でこれはもう全部地図にする。でこれはもうちょっとこうね情報を左右に出す、また違った情報を左右に出すみたいなことも、まあまああの状況によってというかね、まあ、走りながらでも簡単にできちゃうよっていうのがポイントかな。でこの辺とかを触るとこれもまたこんな感じで情報がどんどん変わっていきます、ね、めっちゃ便利ですよね。で特にやっぱり便利なのがこのアシストシステムなんですよね。あの今回ですね、あのこのアダプティブクルーズコントロールがさらに進化したっていうのもポイントで、まあ、車線のキープ、車線の中のどこを走っているかまでをキープしてくれるのと、まあ、前車に追従するという機能がさらにブラッシュアップしたっていうのがポイントみたいなんですけれども、まあ、あのそういう状況の時に追従している状況の時に、まあ、機能がアクティブになっているかどうかっていうのをここでしっかり見ていけるっていうのをですね、これぐらいの、ね、情報量で見ていけるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思いました。うん、でもちょっと今走ってないんでこれ以上変わらないですけれども、例えばこういうこともできますよという感じです。
で地図の拡大縮小ももちろんこの中で行えるので、本当このステアリングスイッチの利便性を最大限に活かしているかなっていう感じもしますね。うん、まあ、これはあれですよ。はい、それではリアシート見てみたいと思います。うん、しっかりとですね、大きな足入れ部分が確保されております。少しですね、タイヤのところが干渉されて、視覚的にはですね、この足入れのところが狭く見えますけれども、いや実際問題ですね、頭入れもすごく良さそうですし、これぐらいしっかりドアが、まあ、90度まではいかないですけれども、ドアが開くので、まあ、乗り込みも、まあ、ここだけで、ね、ちょっと圧迫感あるかなっていう感じなだけです。はい、でリアシートもですね、非常にこうドアパネルも高級感がありますし、すっごい広そうじゃないですか。ちょっと乗ってみます。乗りました。こんな感じです。すっごい広いです。これ私のドラポジのままなんですけれども、もう拳 U に4つ分ぐらいは入りそうなぐらい、かなり膝前に余裕があります。はい、そして、まあ、これも本当、まあさすが高級 SUV だなと。まあね、フォルクスワーゲンの SUV ラインナップって T クロスが入ったことによって、まあ、T クロス、T ロック、そして T グアン、トゥアレグと、かなりですね、ラインナップ増やしましたけれども、まあ、とはいえね、競合に比べたらもうめちゃくちゃベラボーに高い値段じゃない中で、ちゃんとこんな風にですね、後部座席に、おおすごい、後部座席にもちゃんとシートヒーターが両座に入って、まあ、それからですね、クライメートも非常に美しいです。でちゃんとこう独立したエアコンの吹き出し口ありまして、さらにこの USB のねタイプ C と、それからここに、はい、シガーソケットまで備えているという形で、まあ、非常に使いやすそうですよね。かなり高級感があるというか、本当にいいじゃんっていう感じがしています。はい、シートなんですけれども、まあ、前のシートと衣装は同じなんですが、かなり浅めに作っています。ですがこの座面がねめっちゃ長いんですよ。ちょっと後でお見せしますね。はい、まあ、そしてここに真ん中に、はい、ドリンクホルダー付きのこう肘置きもちゃんと確保されております。私の視界から見るとこんな感じなんですよね。非常に視界いいです。後ろの方が少しお尻が高くなっていて、私これが分厚いからどうかなって思ったんですけれども、まあ全長がね割とたっぷりしているので、視界的にはそんなに思ったほど圧迫感はないなという感じです。でそれからここにコンソールがあるんですよね。こう物入れになっていて、ほらこれね、なんかちょっと子供のおもちゃとか、例えばサングラス入れとくとか、まあちょっとこうね、ちょっとしたものを入れとくのに、ただここ熱くなるので天井は、チョコレートとかを全然おすすめしないんですけれども、まあこういうねコンソールボックスがあるよという感じ、これはね一つポイントじゃないかなというふうに思います。ここにもあるよ。でこれがだから前席の人で、これが後席の人用って思うと、非常にね、ほら。いっぱい入るよっていう感じがします。面白いですよね、こういう天井のスペースの使い方。はい、実際に乗ってみるとこんな感じですね。めっちゃある、めっちゃ広くないですか。前もこんなですよ。だってこんなちょっと富士友町にやってみるとこんな感じ。まだある、まだある、まだある、3つぐらいね。すっごい、なんですごいお尻低く感じます。だけど、まあすごく視界はいいんですよね。よくできてる。結構このクラスの SUV としても頭上の圧迫感が本当にないので、そうですね、ちょっとこの前に T ロック乗ったからっていうのもあんのかな。いやいやいや、でも関係ないよね。すごくヘッドクリアランスはちゃんと確保されているなという感じがしています。でそれからシートのバッグなんですけど、こういうところにポケットがあったりとかね、本当に後ろの人のことをよく考えている車だなっていう感じがしているので、これはファミリー満足度も非常に高いんじゃないかなと思いました。ちょっとねスマホ入れとくとか、そういうのもすごく良さそうじゃないですかね。まあ、シートベルトつけると、はい、こんな感じになっています。
すごい、すごいゆったりしている、すごいリクライニングしてるんですけど、これもしかしたら、あ、やっぱりここにこうループ状になっているこうアジャスターがあって、それを引っ張るとほら一番、そうですね、一番こう直立なところでここで一番下までやるとかなりリクライニングするというのもポイントかな。ね、あのみんなでこう積極的におしゃべりしたいときは立たせて、でちょっとリラックスしたいときはこう寝かせてっていう選択もできます。いいね。はい、それではラゲッジルーム見てみたいと思います。まあ、もちろんこのクラスになってくると電動テールゲートを備えているんですけれども、容量もですね、まあ、やっぱりこのクラスならではかなという感じがいたしますし、もう私が大好きな大好きな大好きなあの機能がちゃんとついています。まず大きさなんですけれども、まあ、めちゃくちゃなんかちょっとほこりが取り立ててめちゃめちゃ広いというわけではないんですが、もう本当にこのクラスならでは十分、クラスで考えてもですね、まあ、競合と同じぐらいはちゃんと備えているという感じです。なんか入ってる。お、え、何これ、これは一体何なんだ。あ、ネットですね。これはあのラゲッジ、例えばですね、ちょっとこう、どこだ、こういうのちょっとこうカチンパチンってやってこう荷物を支えられるようなネットがついていました。まあ、これオプションであると思うので、まあアウトドア好きな人とかは、まあ、必須になってくるのかなっていう感じがします。この車ねルーフレールありますから、上に、なんか例えばボックス置いたりとかそういうこともできるとは思うんですけれども、駐車場事情なんかでね、上に物乗せれない人たちはこういう、こうラゲッジルームユーティリティ工場みたいなそんな感じのですね、こうネットとかは非常にいいと思います。まあ、私使ったことないですはい、そしてまあトノカバーも結構簡単に取れますので、はい、ピピッとやれば取れます。非常に軽いです、はい、こうするとですね、あの機能が使えます。はい、それがこれなんですけれども、これをこうすると倒れるんですよね。もちろん反対側にもあります。これさっきの袋ね、いきますよね、っていう感じになります。で倒すと、はい、これぐらいの容量になります。なんかちょっと向こう何も積んでないんですけど、ちょっとまっすぐにはならないんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、ご覧の通りフルフラットにはならないです。後部座席がダイブダウンしないので、ちょっとこう浮いた感じにはなりますが、まあ、それでもですね、かなり私はもう十分じゃないかなというふうに思っていてね、ゆったりしてますよね。広いです。まあ、ですからまあ長物もまあそれなりに積めますし、64の分割にはなってますけれども、なのでこっちだけ倒せばね、あのゴルフバッグ縦に積ん で後ろにちょっとこうね、あのボストンとか積んで3人でゴルフみたいなのは全然大丈夫だと思います。もうなんといってもこのクラスでこのレバーがついてると本当すごく便利なんじゃないかなというふうに思うので、これなかなかねないんですよね。こう前の席までわざわざ行って開けてこう倒してみたいなことをしなければいけないということを考えると、本当これめちゃくちゃ私いいと思ってます。はい、そしてこの袋の後ろにはですね、この電源もついておりまして、はい、ここにコンセントがちゃんとありますので、まあ、この電源としてでもですね、エマージェンシー的にも使えるという感じですね。ここの下なんですけれども、あ、テンパーが入ってた、珍しい、テンパー入ってました今回は。はい、というわけで、まあおそらくない仕様も選べたりもするんじゃないかなとは思いますけれども、ここにジャッキアップセットとそれからテンパタイヤが入っておりました。これでリアの落ち着きいいのかな、これ抜いたらもっと軽くなるのかな。いや、ちょっとねびっくりするぐらい走りがいいので、これは試乗編をご期待いただきたいなと思います。はい、というわけで今日はですね、こちらフォルクスワーゲンの新型ティグワンをお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。まあ、特にですね、インター
フェイス系ですね、ユーザーインターフェースがとてもいいので、こちらはかなりのユーザーメリットになってくるかなというふうに思います。次回はですね、もうその中でも私一押しの走り、こちらをご紹介したいと思っておりますので、一般道試乗編も楽しみにしていただけたらとても嬉しいです。それでは今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。チャンネル登録高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。